皆さんこんにちは、ダイスです。今回はピクミン3デラックスやっていきましょう。その夜、どうやらこの人はルーイという人物でオリマーさんではないようですね。それからあの機体はやはりオリマーさんたちの宇宙船だったみたいです。あの巨大生物に壊されちゃったようですけど。ご飯ご飯ご飯あなたそればっかりね、さっきあげたじゃない。ははアヒルちゃんがいるとやはり気分が違うな。あの皆さん聞いてます？オリマーさんの居場所は明日聞き出そう。いや初めてのピクミンなので、オリマーさんとルーイ君でいいのかな。で知らなかったオリマーだと思ってた。っていうことはルーイさんが言うことが正しければオリマーさんがいるはずです。なんか飛んでたよね今。悲しき獣の塔、ここに行く。これで私たちのワープドライブキーが戻ってくるのかな。ここやったらしいところなんですけど、色がオレンジ、砂漠的な。どこここはどこ。有塚っぽい感じするんだけど、サボテン、砂漠、サボテンこの電波キャプテンオリマーかしら。今度こそそうかな、違うのかな。ルイさんの話が正しければそういうことになりますね。本当？迷ってはいられない。とにかく前に進もう。ここで会えなかったらどっかまた行くんだよねきっと。ピクミンはこれでいいかな。20ずつにしてみました。で電波がある方向だとこっちっぽいですよね多分。電波マークの方に向かってみようと思います。あ、メモが落ちてる。何？塔の上に金色に輝く物体を発見した。きっとものすごく高価なお宝に違いない。早速明日探索に行くことにしよう。探索にお宝黄色？なにそれ。はっ、動いてるんだけど。あれはキャプテンオリマーか。大変、金色の生き物が彼に何かしようとしてる。まずい、早く助けに行かないと。え、何してるの？金色の生き物は生きてる生き物。謎の生命体すぎる。え、なんだろう。は？あ、え、食べた。あー、オリマーさんが？どういうこと？これどういうこと？普通にあれ、あの突撃していいのかな？あー、取れた取れた、びっくりした。え、どういうこと？美味しいの？オリマーさん美味しいとかはないと思うんだけどな。ピクミンたちいつもと違って行き先を迷ってる感じだな。え？誰かが誘導した方が良さそうだな。私がピクミンたちをドレイク号まで連れていくわ。よし、それじゃあ私と、じゃあ僕とキャプテンはワープドライブキー探してからすぐに追いつきます。はい、オッケー。じゃあ先に行ってるわね。運搬する。ブリトニー、チャーリー、アルフの順。へえ、ピクミン先導担当。これはどうしよう。追いついてきたんですけど。何？謎の物体すぎる。これ何？なんだあれ。ひょっとしてさっきのやつの仲間か。仲間どころかさっき戦った生き物と全く同じ生命反応です。不死身？キャプテン、ここは逃げましょう。よし、
至急退却だ。ブリトニーの方も気がかりだ。どうしよう。吸収されたピクミンは笛で呼んで救出。透明は無敵。覚えました。透明は無敵。透明じゃない時があるということなのかな。やばい、道全然わからないのでとりあえず先に行きます。攻略ヒントをどっかのタイミングで見たいんだけどいや、すっごい面白いんだけど難しいね。何してんの。どうしたのどうしたの。あ、やばいやばいやばい。今呼んだよね。オリマーさんが放置プレイされてる。これちょっとやらなきゃいけないから、誰に運んでもらえばいいんだ。羽ピクミン、ちょっとこれ見てからにしよう。金色の時は攻撃が有効。あ、なるほど。じゃあまだだから。あー、連れて行かれてる。え、ぐるって回ってきたらよろしくないのね。逃げ場がないマジで多分何か横に道があったりするところあれなんですね。気づかないで回ってきちゃったんだ。まさかこっちから上がるのかっていう感じだったんだけど、これね、これが有効ってことね。なるほど、攻撃ができるんだ。みんなにやってもらってみよう。あ、一回呼ばなきゃダメなんだ。そういうことか。あ、なるほど。あ、理解しましたそういうことね。オリマさん、一体どこに連れて行かれたんだろう。やばい、連れて行かれちゃった。日が暮れるからまた明日。え、とりあえず探索みたいな感じで奥の方に行かないといけないんだと思うので、明日頑張ろう申し訳ない、オリマーさんが連れて行かれちゃった。でもみんな連れて行かなきゃダメみたいな気がしますね。全種類必要な気がする。なんか多分壁壊すんだと思うので、次ちょっといろいろやってみます。どうするんだろう。これでできたんじゃないかな。いや、一日もうあれですね、建築的な道作りに使ってしまったので、ちょっとね、奥まで行けてないからなんともなんですけど、これで多分つながったんじゃないかなと思います。そんなことないですかね。多分行けたんじゃないかな。もう少しで明かりが見えてきた。あ、いや、前回もうちょっとだったのか。なんだ、昨日もう少しだったのね。あれ、ちっちゃい、でかい。あ、オリマーさんが、オリマーさんがまたどうしたらいいんだちょっとヒント見たいんで見ます。岩ピクミンは突き刺し攻撃が耐えられる。相性のいいピクミンで攻撃しよう。あ、なるほど、核への攻撃もあるわけですね。ってことはみんなで攻撃してった方がいいってことだよね。多分岩からなんだね。で、なんか落ちてる。この目もなんだろう。分裂したらかけらを潰せ。あ、なるほど、攻撃して分裂するやつをまた攻撃して、こういうことか。あー、待って、行かないで行かないで。また何か落ちてる。でも何これ、飛んだら羽ピクミン。はい、まだ飛んでないんですけど、ロックオンしたいんだけどなロックオンしたいんだけど、青ピクミンいなくなっちゃった。
待って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 、これあれですね、全種類一応連れてきてはいるけど、こっち潰さないと何ともできないかもしれない。でかくなるのそのまま変わらないし、各潰すのもやってみたけど、あれですね、周りのやつこれ吸収されないように潰してった方がなんか早い気がする。そんなことないのかな。待って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 、おいで、こっち、なんか一匹残ってる気がする。ちょ、これをまたちょっとやってもらって、多分10個ずつやった方がなんか有効っぽいんですけど、あ、これどうすればいいんだ、これこの四角が分かんない、何にすればいいんだろう、四角、やばい、もう少し、あー、また角出た、ちょっと待って、角の方行ってらんないや、ロックオンしたいんだけど、ちょ、待って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 、なんかしてるなんかしてる、早くなっちゃったな、いけないもんね、もうちょい、羽ピクミンが、ああ間違ってる間違ってる、よし、危ない危ない、待って、あとちょっとあとちょっとになってしまった、あれで聞こえると違うよね、あ、もううちの子、うちのピクミンを、待って、戻ってきて戻ってきて、それいけないんだよね、今のやつやっぱダメだったんだ、岩で多分全部攻撃入れてった方がいいんだけど、岩して、あー、また飛んでるし燃えてるし、あ、落ちた落ちた、よし、全然持って持って持って、食べて、今チャンスチャンス、もう少し、もうちょいなのかな、日暮れになる日暮れになるんですけど、まずい、だいぶ弱ってきてるのはわかるんだけど、あー、また飛んでる、もう少ないから、あ、やばっ、すごい、初パターンだ、捕まえられたりもあるんだね、まずい、え、19だよ、やばくない、え、また今日も終わるのこれ、ここまで来て、やだそんなの、え、そんなのやだ、ギリ帰還前ギリ終わりました、よかった、あ、やっと助けられた、ああ、よかった、そうか、そんなことがあったのが、申し遅れたの、私はキャプテンオリマ、ドルフィン号の船長だ、ルイは私の仲間なのだが不器用なやつでね、
後できつく言っておくから許してやってくれないだろうか。あなたも大変ね。ところでさっき言ってた探し物はこれじゃないか。ほう、ワープドライブキーだ。これでやっとコッパイ星に帰れるぞ。助かったわ。キャプテンオリマ、これも何かの縁だ。ホコタテ星は帰り道だし送っていこうか。ありがとう、助かるよ。宇宙船が故障して困っていたんだ。ご飯ルイかわいい。ああよかった。あ、ピクミンたちが。これが本当の別れだと彼らも察しているのでしょうか。えっ、なんかいた。ピクミンにお世話になったわね。そうだな、さらばだ友よ。体験版から始めたんですけどめっちゃ楽しい。あの子たち、私たちがいなくてもやっていけるかしら。そう信じよう。それに我々には待ってる人たちがいる。さあ帰ろう。ラジャワープ工房に入ります。こうして彼らはわずかだが食料資源を持ち帰ることに成功した。しかしこの少ない種でコッパイ星の人々を本当に救えるのだろうか。仮に大切に育てたとしても全ての人に行き渡らないかもしれない。一抹の不安を抱えつつ彼らは旅立った。It may not be enough to support the entire population. いや、めっちゃ面白かった。This thought hovers. けどあれですね、初めてのピクミンはたくさんさよならしてしまったの悲しい。Along with their cargo, they carry with them a sense of unease.何、落ちたよ。また会いに行くのかな。ん、何が落ちてきたの。お、エンド。はい、ということでピクミン3デラックスラストまで来れました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた。
See you!